ロンドンイラストレーテッドニュース、セプテンバー20、1862、ドイツ関税同盟に属するボーレンバックにある、エムウェルト製オーケストリオンスイスのミュゼボーにある、オーケストリオン。バイオリンの自動演奏機構が上にあり、その下に楽譜に相当する、パンチカードのロール紙がある。フプフェルト社製、フォンリジアットビオリーナ。オーケストリオンは、 オーケストラやバンドのような音を奏でるよう設計された音楽演奏機械の総称。手回しオルガンのようなピンの突き出た大きな円筒や連続しまたは19世紀後半以降普及したロール式へのパンチカードを使って操作される。基本的にはパイプオルガンのようにパイプで様々な音を発生させるが打楽器も空気圧で操作する。また、 ピアノや弦楽器を含むオーケストリオンもある。オーケストリオンはジャズが流行した1920年代のドイツで最も広く使われていた。1930年代に蓄音機の台頭により生産中止となる。ドイツのオーケストリオン製造業者はベルリンやアメリカで人気のあるジャズを演奏するためオーケストリオンの仕組みを改良していった。外観は バウハウスの設計を反映して近代化された。オーケストリオンという名称は以下の特定の楽器の名称にも使われている。アプト・ボグラーが1785年に設計した小型パイプオルガン。プラハのトーマス・アントン・クンツが1791年に発明したオルガン用パイプを装着したピアノ。ドレスデンの FT ・カウフマンが1851年に 発明した自動ピアノ式演奏装置。完全な吹奏楽演奏ができ、ティンパにスネアドラム、シンバル、トライアングルといった打楽器も演奏する。ありがとうございます。